これは中学時代の同級生に仕組まれた身も凍るような話です。彼は私の同級生時代に犯した悪事に対し復讐を誓い、そして私の人生を破綻させるため再び私の前に現れたのでした。ゆうこ、話があるんだ、二つ。何？来て。一つ目は、俺、4月の異動で主任になる。すごいじゃん。俺の営業計画、部長が気に入ってくれて、引っ張ってくれるって。すごいね、慎吾、毎晩遅くまで頑張ってたもんね。私も嬉しい。ありがとう。もう一つは、なんだよこんな時に。私出るね。ああ、いいよ。どうせ勧誘かなんかだろ。そうかもね。それより話の続き。俺と結婚してください。出た方がいいんじゃない？なんだよこんな時に。信号いるんだろう。警察だ。警察。桐谷信号、覚醒剤取締法違反で捜査令状が出ている。ガサ入れだ。ちょっと何なんですか。ちょっと何してない。あんまり邪魔すると公務執行妨害で引っ張るぞ。信号、こんなにぐちゃぐちゃにしなくても探せるでしょう。慎吾、大丈夫？大丈夫。絶対なんかの間違いだから。何もなかったら何も出てこないよ。本当に知らない。何も知らないんです。みんなそういう、知らない、見たことない。でも使い方知ってんだろ。ほんと知らないです。絶対話は署で聞こっか。立って。知らない。立て。慎吾、あっち待たせ待たせ。慎吾、歩け。はい、どいてどいて。ねえ慎吾。慎吾、歩け歩け。俺何もやってないんだ。歩け。じゃあね。慎吾、俺知らねえよ。俺のことを覚えてるか、慎吾。ほら、日中の2年の時同じクラスだっただろ。
そうだよ、田中だよな。思い出した、よく遊んだよな。そうだよ、田中じゃん。俺なんですぐお前思い出せなかったんだよ。お前警戒になったんだな、よかったよな。あ田中出してくれよ、俺本当やってないんだよな。あお前俺のこと本当に思い出したか。うん、ほとんど毎日一緒にいたよな、学校でも放課後でも。いや懐かしいよ、お前いじられキャラで俺たちからかってばっかだったよな。いじられキャラ。いじられキャラか。記憶は曖昧なもんだな。俺はお前に対していい思い出は何一つない。そんなお前あんなに毎日楽しかったじゃねえかよな。あ田中俺出してくれよ、お前ならできんだろなあ田中。お前分かってないな、お前の部屋から 2g のシャブと注射が出てきた。指紋もバッチリついてる。それお前が俺に持たせた時だよ。お前トイレで見つけたって出てきて俺に渡しただろ。ついてるもんはついてんだよ。でも田中信じてくれ、俺本当やってないんだよ。誰かが仕込んだんだよ絶対。俺本当そういうのやったことないから。慎吾、少し昔話をしようか。俺は残念だよ、お前に忘れられるなんて。忘れてないだろ。そうだよ、お前すぐ転校しちゃったから思い出すの時間かかっただけだよ。そう、俺はすぐ転校しちゃった。なぜかわかるか。言いにくいか。親の転勤って聞いたけど。親の転勤か。そうだよ、お前ちの親父なんかエリートサラリーマンだったからなんかそういうのって聞いたけど。なるほど。なあお前の俺との物語聞かせてくれよな。お前だろ。うん、だから言ってんだろ、中学の中二の頃かほとんど毎日一緒にいたよ。それで、それで言いにくいなら俺が教えてやるよ。俺は毎日家の金を盗んでくるように言われていた。お前の遊ぶ金だ。盗んでこえなかった日はボコボコ、盗んできてもボッコボコ。親の転勤？医者に言われたんだよ、学校帰ろって。朝起きるだろう、お前らに会うと思うと立ち上がれないくらいめまいがするんだ。何を食っても吐いてたよ。思い出したか。そういうこともあったな。ふざけんな。そういうこともあった。いじられキャラ。お前らやってたのはいじめだ、陰湿で悪質な人間のクズがやるいじめだ。お前みたいなクズは豚箱がお似合いだ。田中、あの時は悪かったよ。でも覚醒剤の件は何かの誤解だ。それきっと尿検査ではっきりする。結果は黒だ。なんでだよ、俺本当やったことないんだよ。正確に言えば
お前がやっていようがやっていまいが結果は黒になる。ふざけんなよ。そんなわけねえだろ。バカだなお前。まだわかんないか。いいか、いいこと教えてやる。シャブ中のションベンをちょいちょいと混ぜれば結果は黒になります。お前、お前が全部仕込んだのかよ。ビンゴ。よかった、やっと分かってくれたよ。俺だよ、全部俺が仕込んだ。今のお前はシャブ中、俺は警察官。世間がどっちを信用するか、そのくらい分かんないですか。そんな。なあ、タロバ。あの時は悪かったよ。俺まだ子供だったんだよ。あれから俺真面目にやって今の彼女とも結婚する予定なんだ。頼むよ。刑務所なんか人生の終わりだよ。なあ、頼むよ。結婚そう、今ちょうどお前の彼女取り調べられてるよ。なんでだよ。そりゃそうだろ。結婚予定の彼がパクられて彼女が潔白なはずがない。二人でシャブ決めながら楽しんでたって考えるのが自然だろ。一緒に覚醒剤を使用したことは？ないです。というか彼がそんなの使ってたなんて信じられません。そう、変わっても得しないよ。変わってなんかいません。ただ本当に信じられないんです。なるほど、じゃあいいこと教えてあげようか。あなたの彼がやってるかやってないかそんなの知らない。でも警察に捕まるってことは世間の人はやったって思うんだ。世の中の冤罪事件を見てみろ。実は無罪でした。それが何になる。俺たちが捕まえた時点であんたの彼は終わってるんだよ。そんなのってないです。彼は絶対にやってません。そうですか。あなたは彼のことなら何でも知ってるわけだ。とすれば彼と同罪とも考えられますね。こちらに有利な供述をしてくれれば無実な人は逮捕しない。だがあなたがあくまで反抗的ならこちらにも方法があります。それにあんたの彼、覚醒剤を別の女から買ってたみたいですよ。え、何でもご存知かと思ってましたが。あなたの彼が使ってた覚醒剤は先日我々が捕まえた女の所持していたものと成分が同じです。彼女の指紋もついてる。それでも彼を守りますか。取り調べてた。そりゃそうだろ、わざわざ犯罪者の男と結婚する女いないだろ。
んでだよ。いいこと教えてやろうか。お前がチャブ使って別の女と楽しんでたって言ったんだよ。彼女さ、真に受けちゃってな。お前逮捕するためにどんな供述だってもするってよ。昔みたいに殴ってくるよ。ほら、おい、だがな、忘れんなよ。今の俺は警察官だ。いじめられっ子じゃない。お前の恋愛のジャーも、出世のジャーも、なんだってできる。さあ、来いよ。おい、昔みたいに。おい、な、おい。どうした？無抵抗の中学生は殴れても、警察官は殴れないのか。座れ。すまなかった。ああ何聞こえないぞ信号。何すまなかった。許してくれ。許してくれ。まるでいじめっ子みたいな口の聞き方だな。本当にすみませんでした。もう許してください。反省は大事だよ。反省はお前が反省さえすれば俺は簡単にもみ消せる。俺もやりすぎたな。お前が反省してるって言うんなら考えてやるよ。誰が吸えって言った？忘れたとは言わせねえぞ。こうやっていつも遊んでくれたよな。どうした？お前を許せるのは俺だけなんだぜ。それとも人にはできて自分じゃできないのか？どうした？